松岡真由です。この度は東京ジェムストーン賞を選んでいただきありがとうございます。初主演映画「勝手に震えてろ」コンペティション部門で東京国際映画祭に初めて伺って、こんなに熱くて強い映画祭なんだと感動いたしました。そんな映画祭の第1回の賞に選んでいただいて本当に嬉しいです。なのでこの手でいただきたかったのですが、伺えず残念です。勝手に震えてろは少ない人数で少ない時間で撮った映画なのですが、こんなにたくさんの人に見てもらう機会をいただいて、映画の希望や未来を感じました。なのでこれからも一生懸命頑張って映画を明るくしていけるように、日本映画が元気になるように頑張っていきたいなと思います。今回は本当にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。